無声の囁き小さな村にある夜突如として奇妙な現象が起こり始めました住人たちは夜中に誰もいないはずの家の中や閉ざされた部屋からささやくような声が聞こえると報告しましたこの声は耳を澄ませてもはっきりとは聞き取れず何を言ってるのか理解することができませんでした しかしこの声を聞いた者は不安と恐怖に駆られ眠ることができなくなりました声の正体を突き止めようと村の若者たちが集まり夜通し監視を行うことにしました彼らは声が最もよく聞こえるとされる村の外れにある古い家に向かいましたこの家は以前は一家が暮らしていましたが ある夜を境に家族全員が姿を消し以来誰も住んでいないという不吉な噂がありました若者たちは家の中で夜を過ごしましたが深夜になると予期せぬ事態に直面しました突然家全体がきしむような音で満たされその直後無声の囁きが始まりました声はどこからともなく聞こえ 部屋のあちこちをさまよっているようでした。恐怖に怯える若者たちですがある者が勇気を出して声が聞こえる方向へと進んできました。彼がたどり着いたのは家の地下にある隠された部屋でした。部屋の中央には古びた録音機が置かれその録音機からは絶えずささやき声が漏れていました。しかし 奇妙なことに録音機は完全に壊れており動作するはずがありませんでした若者たちは録音機を外へと持ち出しそれを壊すことにしました録音機を破壊した瞬間家は急に静かになりましたしかしその夜以来村には新たな噂が広がり始めました 録音機を壊した若者たちが、一人、また一人と、謎の失踪を遂げているというのです。村人たちは、彼らが無性の囁きの源に触れ、何らかの呪いを引き起こしたのではないかと恐れています。今もなお、失踪した若者たちの行方は分かっていません。村の人々は、夜が来るたびに恐怖に震え、 かつての無声のささやきが再び聞こえてくるのではないかと耳を澄ませています。